さあ始まりました、買う前必見車の見方グー鑑定団。この番組では中古車を安心に楽しく賢く選ぼうをテーマに、人気車種をご紹介しながら車の状態を見抜く方法やここだけのお話をご紹介していきたいと思います。というわけで小島団長、はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。私先日ちょっとだけ連休があったんですけど、はいはいはい、遠出をしまして温泉に出かけて、いいですね、こういう場所ってやっぱり見晴らしのいい車に乗ると楽しくドライブできるなーなんて思って、はいはいはい、でそんな時欲しくなっちゃう車ありますよね、はい、それはまさに SUV。 そうなんですよ。というわけで今回はですね、はい、こちらにありますレクサスの NX ご紹介したいと思います、はい。2014年7月に発売されたレクサスの新型 SUV NX。 RX よりも一回りコンパクトなボディを持ち、より気軽にドライブできるのが魅力となっています。エクステリアは一目でレクサスとわかるスピンドルグリルを採用。インテリアはメタリックパーツやレザー素材をあしらい、レクサスにふさわしい質感を実現しています。パワートレインはレクサス初となる新開発 2.0 ターボを搭載。これに6速 AT を組み合わせ、マニュアル感覚で変速できるシーケンシャルシフトマチックやパドルシフトを採用しました。2017年9月のマイナーチェンジでは内外装のデザインをリフレッシュし、予防安全パッケージレクサスセーフティーセンスプラスを標準装備とするなど、安全性がより高められたこともポイントです。車両の詳細は概要欄をご覧ください。こうして見ていただくと分かるんですけど、うん、非常に引き締まったスタイリング、はいはいはい、スポーティーなキャラクター、うん、これが際立って、うん、実際に販売して以降は、はい、幅広い層に人気を得たそうなんですよね。確かにすごく特徴があるスタイリングですよ ね。そういう分け方をしてるんですね、はい、それでは団長、はい、早速鑑定をいきますか。いきましょうか、はい、せーの、鑑定スタート。じゃあそれでは内装から見ていきます、はい、タンカラーがとっても高級感ありますね。うん、まあ、乗り込む前に、まあこういうシートのへたりとか、まあ、ちょっとシワ入ってますけども、まあ、こういうところをチェックしていきます、まあ、確かに SUV って着座位置がちょっと高いから、うん、はい、この乗るときにここに負荷がかかりやすそうな印象ありますよね。やっぱり乗り降りするときに一番なんだろう、こう当たるポイントになるので、はい、よく擦れやすかったりへたりやすかったりしますので、まあ、そのあたり気をつけて見てます、はい、動作確認ですね。後ろもちゃんとね、ちゃんと動きます。いやでもやっぱりレクサスのこのウィンドウの開け閉めって、なんか戸の開け立てをなんか考えて、この最後ねゆっくり閉まる感じとか、この辺の作動状況はちゃんとチェックしておきたいところはありますよね。そうですね、スムーズに動いてます。今外装の傷等ないかをぐるっとチェックしていきますが、はい、まあ、合わせていつものようにですね、ドアを板金してないかとか、はい、交換してないかっていうところをですねチェックしていきます、うん、まあ、もし何かあればその奥も疑っていく、骨格部分に瑕疵がないかっていうのもチェックしていきます。下回りもですねチェックしていきます。下回り、はい、そうですよ ね。 SUV なので地上高もありますが、いろんなとこ走られてる可能性ありますよ ね、うん、ここちょっと目立ちにくいんですけども、この樹脂の部分に薄い傷ありますね。あ、本当だ、はい、また見てみると気づかなかったんですけども、まあ、こういったここからここぐらいまでの傷がありますね。30センチぐらい。高級車全般に言えることなんですが、まあ、こういったカバーがついてるんですよね、はいはい、まあ、これはまだこの辺りカバーついてないんですけども、うん、はい、もう全面フルカバーっていう車が最近よくあるのでよく見かけます。まあ、鑑定しなかせなんですね、はい、まあ、どうやって見るかっていうと、こういうピンを一個一個外して、はい、全部カバーを外して見ていったりとか、まあ、こういう隙間ですね、隙間から覗いて見ていく。この車のポイントとしたら、バンパーから右のフェンダーまでですね、全部こう色が塗り直されてるんですね。パテ目が入ってるんですよね。なかなかちょっと目視で見づらいと思うんですけども、はい、我々からするともうパッと見こう分かるマスキングの跡ですね。あ、
本当だ、はい、この境目に色が入っているのが分かると思うんですけども、はい、塗料が飛んでいる跡ですね。あとこことかですね、こんなところにいるんだ、はい、ヒントとなるのはこういうところですね。なるほど、まあ、こういったところを塗り直してますよ、板金してますよっていう車は、まあ、先ほども申し上げたように奥の骨格にダメージがいっている可能性が非常に高いので、なるほど、まあ、サイドで言うとピラーという骨格部位ですね。このセンターピラー、はい、ですね、はい、フロントピラーですね、はい、まあ、例えばこのドアが、交換なり、板金しているのであればこのあたりを重点的にチェックをしていくっていう流れになります。ちょっとリア周りも見ていきましょうか。やっぱりかっこいい車ですね、この車、はい、うん、お、ね、電動開閉式じゃないですか、はい、もう全部カバー非常にこの見づらいところはあるんですが、まあ、そういった車はですね、下側からこう覗いて、はい、まあ、骨格を確認するっていう方法を、ね、何か異常がないかっていう、あ、そうです、ライトが出ましたね、はいはい、スノーボードとかスキーとかに利用されたりとかですね、まあ、悪路を、まあ、この車で悪路走ることないと思うんですけども、うん、あの走れる車なので下回りのですね、サビ、腐食、はい、もチェックして、非常に何だろう、こう価値に影響する部分であるので、まあ、こういった車は特に下回りをですねチェックされるといいかなと思います。団長、団長、はい、鑑定士による車両状態の評価書ってどうやったら確認できるんですか？いい質問ですね。私たち鑑定士が1台1台チェックした内容は鑑定書としてまとめられているんです。グーネット上ではこのマークが目印です。販売店でも確認できますので、お店の方に聞いてみてください。了解しました。ということで、はい、今日はこのレクサス NX、 この車を見る上で、はい、今回大事なところあったと思うんですが、はいはい、今日の格言お願いします。はい、それでは今日の格言、 SUV はしゃがんでチェックしろ。はい、団長、はい、決めていただいてありがとうございます。まあ、背が高い車なので、はい、まあ、しゃがんでみると、うん、こう見えない傷もあるよという格言でございました、まあ、はい、特に SUV ってアクティブにアウトドアに出かけたりとか、うん、いろんなところに繰り出したい車ですから、そうですよね、意外と盲点かもしれないですよね。そうですね、はいはい、それでは、まあ、次どんな車がやってくるのか楽しみですよね、はい、楽しみですね、はい、ではまた次の車種でお会いしましょう。今回もありがとうございました。